アンティオコス即位地のセレウコス朝の領土アンティオコス3世は、セレウコス朝の君主、セレウコス2世の息子、兄弟であったセレウコス3世が暗殺されたのを機に即位した。前代まで縮小傾向にあったセレウコス朝の領土を拡大し、東方はインドにまで遠征して、大王の称号を得た。紀元前189年、ローマとの戦争に敗れる。 アンティオコス3世が即位したとき、セレウコス朝は危機の中にあった。すでに紀元前3世紀半ばには遊牧民の族長、アルサケス1世率いるパルティアやバクトリアのギリシア人の指導者、ディオドトス1世のグレコバクトリア王国がセレウコス朝から分離しており、アナトリアでも離反の動きが続いた。さらにプトレマイオス朝、エジプトとの戦争が続き、 セレウコス一世が征服した領土はすでに大半が失われていた。即位時はまだ10代後半の若年であり、3代の王に仕えて絶大な権力を握っていたヘルメイアスが補佐役となった。即位して間もない紀元前222年、メディア総督のモロンペルシス総督のアレクサンドロスらの反乱が発生し、また、アトルパテネ王アルタバザネスなども、 セレウコス長の権威に対し不服従の姿勢を見せた。即位直後のアンティオコス3世は、宮廷内の基盤の脆弱さから、直ちにも、ロンラの反乱の鎮圧に向かうことは困難であった。そのため、反乱の鎮圧よりも拡大防止を重視して、バビロンに軍団を集結させた。しかし、モロンの軍勢によって、防御部隊は破られ、メソポタミアの広い範囲が、 反乱軍の支配下に入った。この事態にあっては、宮廷闘争に邁進するわけにも行かず、アンティオコス三世は、紀元前221年には自ら軍を率いて、反乱鎮圧に向かった。当時も、ロンの軍勢は、ティグリス下藩のセレウキアに進駐していたが、アンティオコス三世の接近の法を受けて、メディア方面へと撤退を開始した。アンティオコス三世は、 モロン軍の退路を阻む形で進軍し、アポロニアの戦いでこれを破った。こうしてモロンを自殺に追い込み、その後アレクサンドロスも同様の運命をたどった。続いてアルタバザネスも打ち破って、アトルパテネ王国に対するセレウコス長の総主権を認めさせ、高能と軍部の義務を負わせた。反乱を鎮圧したアンティオコス三世は、 失地回復を目指し、紀元前219年にナバテア人などと同盟を結んで、まずエジプトの支配下にあったフェニキア、パレスチナ地方に進軍した。順調に進軍して、征服地を拡大したが、紀元前217年に、エジプトオプトレマイオス4世は兵力を集めて、迎撃に向かい、6月ラフィアの戦いで決戦が行われた。 双方7万人前後の兵力を動員して戦ったが、アンティオコス三世は、乾杯を喫し、パレスチナ地方への拡大政策は頓挫した。エジプトに敗れた後、アナトリアで、ポントス王国の支援を受けて自立していた総督、アカエオスを打倒に向かった。紀元前214年までに、アカエオスを倒すことに成功し、その意志を継いだ妻レオディケの抵抗も翌年には敗して、 アナトリア方面の領土を回復した、アンティオコス地聖火のセレウコス町の最大領域、アンティオコス3世の業績の中でも最も名高いのが、紀元前212年から開始された東方遠征である。まず、離反していたアルメニアの王クセルクセスを攻撃し、これを服属させた。これによって東方への進撃ルートを確保すると、クセルクセスに対しては、 総試験を認めさせた上で王位を承認し、不払い功能の免除などの懐重策を取った後、さらに東のパルティアへと向かった。砂漠地帯を強行突破し、ヒルカニアに一気に進軍し、パルティアをアルサケス2世と早退した。アルサケス2世は、当時の記録によれば、非常に勇敢に戦ったとされているが、首都ヘカトンピュロスが陥落し、最終的に、 セレウコス長の優位を認めて、その、同盟者となった。これによって、パルティア地方への総主権を得た、アンティオコス3世は、そこからさらにバクトリアへ向かった。当時のグレコバクトリアをエウテゥデモス1世は、アンティオコス3世が、軍の前衛をと下させていたところを狙って、騎兵による、攻撃をかけた。しかし、前衛軍は、後続のとかが終わるまで、この攻撃に持ちこたえ、 主力部隊は特化に成功したことで、アンティオコス3世は、勝利を収めた。エウティュデモス1世はなおも、首都バクトラに籠上して、徹底抗戦の姿勢を見せた。紀元前208年、アンティオコス3世は、バクトラを包囲した。このバクトラ包囲戦は2年間にも及んだが、その経過に関する記録は散逸して残されていない。紀元前206年、エウティデモス1世はついに降伏して、 セレウコス朝の総試権を受け入れ、バクトリアの王子デメトリオスは、アンティオコス三世の娘と結婚することを条件に、将来の王位を保証された。バクトリアを服属させると、インドを目指して南下し、ヒンドゥクシュ山脈を越えて、カブール渓谷に進軍し、その地方の王、スバガセヌスを倒して、彼にも総試権を認めさせ、戦像などを功能として収めさせた。こうして、 かつて失われたセレウコス朝の東方領土の大半に、総主権を確立して外戦したアンティオコス三世は、アレクサンドロス大王の再来とまで呼ばれ、大王を名乗るようになる。紀元前204年、プトレマイオス朝のプトレマイオス四世が死去し、代わってわずか5歳のプトレマイオス五世がファラオに即位した。これを後期と見たアンティオコス三世は、 アンティゴノス朝マケドニアのオーピリッポス5世と同盟を結び、エジプト領の分割協定を結んだ。準備を整えた、紀元前202年、エジプト領ガザに侵攻し、第5次シリア戦争が始まった。第4次シリア戦争の復讐戦ともいえる、この戦争は、紀元前200年、ガラリア湖の北のパニオンの戦いにおいて大勝利を収め、セレウコス長は、 パレスチナ方面に進出することができた。紀元前198年には、エルサレムのユダヤ人神殿共同体も征服した。紀元前200年頃のギリシア及びアナトリア西部の勢力図アンティオコス3世は、さらなる拡大のため、アナトリアにあったアッタロス町やエーゲ海地方への進出を目指した。紀元前196年頃にはトラキアにまで進んだものの、 これらの事態に対しギリシアの諸小国は第二次ポエニ戦争に勝利し地中海での影響力を拡大していた共和制ローマに支援を求めた。すでにポエニ戦争中よりギリシアのアイトリア同盟とローマは同盟関係を結んでおりギリシア地方に勢力を拡大しようとするセレウコス朝とローマとの対立は著しいものとなった。アンティオコス三世は ローマとの戦いに敗れて逃れてきたカルタゴの将軍ハンニバルの影響もあってか過少な戦力を持ってギリシアへ進軍したがローマも対抗してマニウス・アキリウス・グラブリオの指揮のもとで軍を派遣し紀元前191年にテルモピライの戦いで両軍は激突したアンティオコス3世はこの戦いで敗れアナトリアに撤退したその後再び軍を整えて ローマ軍に相対したが、マグネシアの戦いで、スキピオ・アシアティクスとスキピオ・アフリカノスの率いる、ローマ軍に決定的な敗北を喫し、アッパメアの和役を結んで、ローマと交和した。この和役によって、セレウコス長は、他国との同盟、捕虜の獲得の禁止、軍備制限などを課せられ、膨大な賠償金を要求された。この敗北は、アンティオコス3世が、 それまでの勝利で得てきた多くの成果を無に返した。パルティアやバクトリアでは直ちに離反の動きが強まり、アナトリア方面での領土も失われた。ローマへの賠償金支払いの財源に困った、アンティオコス3世は、スサの神殿で略奪して、それを確保しようとしたが、現地人の猛反発を受け、紀元前187年に暗殺された。そして息子のセレウコス4世が王位を継いだ。 アンティオコス三世の肖像が刻まれたコイン。アンティオコス三世は敗北させた各地の王を排除せず、総主権を認めさせた後、王位を保障して、功能と軍役の義務のみを負わせるという、緩い征服体制を取ったことで知られる。これはもっぱら政略的判断によると考えられ、短期間に広大な領域を征服することが可能だったのは、この処置によって占領地の行政制度の確立や、 散発的な反乱を鎮圧する手間を省くことができた点にも支えられた。無論、こういった総主権下の格王たちの権限は、機会があれば排除することが試みられ、例えば、アンティオコス3世が娘と結婚させたアルメニアをクセルクセスは、後にアンティオコス3世への策動によって暗殺されている。しかし、領内各地に、 反自立勢力としての王国を多数保存することにも、つながるこの方針は、ローマに対する敗北で軍事的威信が低下するや、直ちに征服地のほとんどが分離する原因ともなった。アンティオコス三世は、ユダヤ人の伝えるいくつかの宗教文献において、彼らを厚遇した王として称えられている。プトレマイオ市長との戦争の際に、ユダヤ人の多くがアンティオコス三世を支援。 厚遇したことに喜び、彼はユダヤ人に対して都市の修復や一定期間の免税特権、独自の法律による自治などを承認したとされる。こうしたアンティオコス3世の対ユダヤ人政策については、その史実性をめぐって長く論争が続いていたが、近年ではかなりの誇張や後世の書き加えなどがあるものの、これらの政策については大まかに史実であったという。 説が有力になっている。アンティオコス3世がセレウコス朝の本国と言うべきシリア地方周辺を長期間開けてまで東方遠征を行った動機については諸説あり資料的制約によってはっきりとはしない。彼が常に失われた正当な権利の回復を歌っていたことが知られているが、これは単なるプロパガンダに過ぎず実際には成り行きによって 東方遠征がなされたという説もあるが、積極的な証拠はない。そして彼の東方遠征は、アレクサンドロス大王の栄光への憧れによって、彼らの偉業を踏襲しようとしたことから発したもので、あるという説があり、これも、必ずしも強い根拠を持つものではないが、ごく、自然な推論としてよく語られており、これを支持している学者も多い。ありがとうございます。